はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さん、突然ですが、ガラクターアイズ、ファットドラゴンというモンスター、ご存知でしょうか？これどこだ？1個前のパックか、ダークレス、ギミックっていうボックスで追加されたモンスターなんですけど、なんかね、ちょっと強いのこれ。お前誰やねんって思うじゃん。ちょっと強いの。これアニメでね、オービタルセブン、カイトの乗り物、カイトさんが作った天才的なね、頭脳で作った乗り物があるんですけど、オービタルセブンっていう。そのオービタルセブンが使うモンスターらしいんですよ。覚えてないけどね、俺。見たはずなんだけど。で、ガラクタアイズファットドラゴンっていう、この、モンスターなんですけど、どういう効果を持ってるかっていうと、一旦に一度エクシーサイド取り除くと、打点が1000アップすると、相手のターン終了時まで。だから4000になるんですよ。強いでしょ、4000は。で、自分の墓地の SD ロボ、と名のついたモンスター1体をゲームから除外して、このカードを破壊された場合特殊召喚できるよと。だから破壊耐性が1回あるみたいなね。 SD ロボが墓地にあれば、でその後自分の墓地の SD ロボをまた重ねてエクシー召喚するよっていうことができるんで、破壊耐性めちゃくちゃあるんですよ。でしかも打点4000になれると。だから今日はね、このねガラクタアイズファットドラゴンを使いたいなと思ってデッキを組んできました。デッキギミックは、スーパーディフェンスロボデッキです。マジで誰やねんみたいな、マジ誰やねんみたいなね、デッキなんですけどね。なんかね、そこそこやる、弱いけど、そこそこやる。どういう効果を持ってるかっていうと、スーパーディフェンスロボライオと、スーパーディフェンスロボモンキーは、召喚に成功すると手札から SD ロボと名付いたモンスターがオービタルセブンを特殊召喚できるんですよ。で、このね、エレファンっていうのが、あ、ちなみにこれ8なんですけど、ランク8だから、要はレベル8の機械族を用意しなきゃいけないんですけども、このエレファンが、一旦に一度自分のフィールド上の SD ロボと名付いたモンスターまたはオービタルセブンをレベル8にできるよっていう効果を持ってるんですよ。なんで、ここと、まあ、これもしくはこの、これとモンキとこれが揃うと、8になるんで、フィールド上の機械族モンスターがなので、88でガラクタアイズ出せるという、これがまあメインギミックですね。はい、これがメインギミックです。であとはまあ何でもいいんだけど、そのギミック以外は、まあ、一応ね機械族なんで、機械族ってサポートめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、やっぱ一番強いサポートはマシンナーズフォートレスかなと今のところね、現状リンクスでは思っていて、でそれを組み合わせて、さらに結集入れて、でサイコショッカーとか、リアクタードラゴンなんかも出していきながら、あ、これデスペラード入れてもいいと思います。あんまりその結集以外で出せないかなと思って、俺は抜いちゃったけど、デスペラードとかも一応結集から出せるんで、デスペラードとかもワンチャンあるかなと思ってるんですけどね。はい、っていう感じで、早速ですね、このガラクタアイズファットドラゴンとかいうマジで誰やねんモンスターをね、活躍させていきたいと思っております。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、覚悟しな、覇王十大君。俺様のターン、お、なんだ、上の。殺すぞ、俺は、アンティーキアリアクタドラゴンを墓地の国、さらにカードを2枚セットして、これもターン白だな、これ。サンダードラゴンだと思うんですよ、多分。これ闇の湯は帰ると思うんで、動けるようになっちゃうと思うんでね、これ一回ちょっと様子見ましょう。事故ってる風だったら、さあ動いてくるか。多分ね、心の着物とか援軍とか引かないと多分相手動けないんですよね。まあ誘発は多分握ってる、この感じだと多分手札に誘発を握っていて、で1枚一撃食らうと闇の誘惑みたいな感じだと思うんですよね。なんでリアクタードラゴンで分からせるスタイル、なるほど、これは強い。SD ロー、スーパーディフェンスロボ、モンキを召喚、モンキの効果発動、モンキの効果により手札から SD ロボモンスターを1体特殊召喚できる。スーパーディフェンスロボエレファンを特殊召喚、そしてエレファンのモンスター効果発動、フィールド上の SD ロボを対象に取り、そのモンスターのレベルを8にする。そしてレベル8の機械族モンスターに対してオーバーネットワークを直撃し召喚。俺が史上最強の謎モンスター、お前誰やねん、ギャラクターアイズファットドラゴン、お前誰やねん。そしてギャラクターアイズファットドラゴンのモンスター効果発動、オーバーレイトを1つ使い攻撃力を4000ポイントにする。バトルベース、さあ4000ポイントは防御札を使わないと死ぬぜ。なるほどな、クリボールいいだろう、これ一発受けるんじゃね相手。マシンナーズフォートレスでダイレクトだ、これを使う闇の誘惑ができるぞ、受けるんじゃねえか、これ受けるんじゃねえか、これ受けたらお前のライフは終わるけどな。あっ、くそ、うざ、こいつ結集バレたか、ターンを終了するじゃないか。じゃあここで殴る意味はない、ね、
これで闇の誘惑引かれて意味わかんないことになるぐらいだったらここは殴んない方がいい。さあこれがスキルケアってやつよ。これが OCG には存在しない。うわー引かれた引かれたやべ光が落ちた。やばいやばいやばい。でも意外とね、レビオニアにも耐性あるんで、ギャラクターアイズ、ファットドラゴン様。ああ、サシンライドもいいですよ。ギャラクターアイズ、ファットドラゴン様、全然問題なくて、破壊されると、墓地から特殊召喚できるんで、破壊には結構耐性があるんですけどね、トリミスだけやめてほしいっていう感じですね。バウンスと除外、ハーピーとか、ああいうのはやめていただきたい。ぜひ。そう、今受けたら勝ってたのにな。相手が闇の誘惑一発受けようっていう考えだったら勝ってたんで、今のはちょっとなかなか相手ケアしてきたんかな。何も考えずにぶん投げてきた説はあるけどな。俺だったら受けるけどね、一発結集読みしてるんだったらでも受けないっていう選択肢はある。やべ、めんどくせえな、それめんどくせえな。でもレビオニアったら多分出してると思うんで、レビオニアなそうですもんね。はいはい、かもしくはまあ伏せカードを除去してからレビューには着手させるかどっちかっていう感じか。はい、で雷号流出してくるでだ、マシンナーズフォートレスを破壊してくるのかギャラクターアイズを破壊してくるのか知らんけど、まあ、どっちもいいや。あ、そっちね。その対象に取られるとハンデス入る。雷号流か、雷獣流いるからあんま意味ねえな。雷獣流いるからあんま意味ないけど、まあ一応こうする。で雷獣流効果まだ使ってないんで、雷獣流回収で雷ゴールでしょ。はいはいはい、それはいい、それは全く問題はない、もうしょうがない。はい、でもこれでレビオニアがないっていうこと分かったんで、で誘発もない、レビオニアなし誘発なし。はい、光闇除外、はい、いいでしょう。はい、どうぞ。いいです、問題はありません。バトルフェイズいいでしょう、バトルフェイズいいでしょう。一発受けて、でとりあえず雷号流の効果発動に、さらにチェーンシェイ破壊された場合の墓地のギャラクターアイズファットドラゴンの効果発動。これはゲームから SD ロボモンスターを除外することによりこのモンスターを特殊召喚し、さらに墓地の SD ロボを素材にできるエクシーズ細胞追加。ふんこれが硬い、これがギャラクターアイズファットドラゴンの能力。オッケー、いいだろう。ガラクタアイズマジなめんだよ。ターン終了、いいだろう。俺のターン。ドロー。ギアフレームか。ギアフレームなるほどな。ギアフレームなるほどな。ギアフレームなるほどな。とりあえず4000にして、2体しょって、リアクターでぶん殴ったら勝ちなんで、ですね。これはですね、4000でしょ、4000だから1200、そうだね、リアクターで3000、1800、これで1800、1800、で、マシンナーズギアフレーム効果。で、これ持ってきて、で、結集2枚あるんで、バトルフェーズ入る、まずこれぶん殴る、これぶん殴る、はい。これぶん殴る。で、あ、今あれだったな、雷号流ぶん殴ったかった、ちょっとごめん、ミスった。雷号流ぶん殴ったかった、ちょっとこれ、あ、やべえ、待って、戦闘破壊するとなんかリクルート入るな。やばい、ちょ、めんどい。あ、プレミったか、これ。ちょっと待って、これ殴る方ミスったかもしんない。シンナーソードレスで破壊しましょう。戦闘破壊すると、除外されるから、出てきちゃうか。やべえ、ごめん、プレミった。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ごめんごめん、プレミッター、ちょ、すまんごめんって。あれ、これやばいですかね、もしかして。でもこれファットドラゴン超えられないですだけどね、これで、雷獣流効果、いやこれ雷獣がめんどい、雷獣がガチでめんどい。あ、そっちはいいわ、それはいいわ。でこうして、あ、勝ったかもしんねえ、勝ったかもしんねえ、逆だったかもしれねえ、殴る方が逆だったかもしれねえ、危ねえ。殴る順番間違えたけどな、プレミしても勝つ。これが圧倒的機械族モンスターたちの展開力、これが SD ロボデッキ。ギャラクターアイズファットドラゴンなめんだよ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、覇王10代覇王10代めちゃくちゃ多くて嬉しいです。
これはマシンナーズメガフォームを持ってきましょう。メガフォームを持ってきて、そしてマシンナーズメガフォームを捨てまして、フォートレスを特殊召喚。セットセット、まあ、悪くはないですね。これは悪くはない、悪くないだろう。現れろ、あ、モンスター効果発動。うん、負けそう。いや、ここの獣入りがね、それはさ、毎回その入りできたら強えよ、そりゃ、そのデッキ。それはね、毎ターンそのね、入りできたら、それ強いよ。それ強い、どう考えても。さ、レビオニアさんがいるかどうか問題は、ラザードは。レビオニアさんがいるかどうか問題。はい、トリッピー持ってきて、で、ライデンの効果でトリッピーを持ってくると。はいはい。でトリッピー効果で6出して、で66する。でトリッピー効果で取り出してくる。で鳥と獣で、トリミスでバウンス。ワンキルはされないんじゃないかな。まあレビオニアがいたら別だけど、レビオニアさんだけ本当にやめてほしいんだけど。セイクルトリミスいいよ。トリミス OK、 トリミスは全然 OK。 でトリミスの効果発動。さあ、対象に取る方を間違えてしまうと、お前の手札が判別されるぞ。大丈夫か。まあ、でもマシンナーズフレームを戻すのも微妙だからね。これもしかしたら普通にこれこっちを、あ、そっちだよね、やっぱり。で対象に取られたので、フォートレス効果でバ、あー、レビオニアないね。レビオニアない。じゃあ、雷合流でいいか。雷合流。戻ってきてもね、全く問題ない。なんでかっていうと、消しゴスであるから出せるから。なんでかっていうとこうなるんで。なんでかっていうとこうなるんで。でこれでもう一発フォートレス戻したけど出てくる。おい。あんまり意味がなかったようだな。さあどうする覇王さん。どっち、あ、そっちね。なるほど。そっちぶん殴ってく。でマシンナーズフォートレス効果でデイクリッドトレミスメッシエセブンを破壊させてもらうぜ。よし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 SD ロボ一切合切活躍せんなこれ。あれ SD ロボどこ行った。SD ロボどこ行った。あれあれ。大変ありがとうございました。これが SD ロボデッキよ。ネオニュー SD ロボデッキ。さあお相手の方、気合の鉢巻きくんですね。よろしくお願いします。デュエル3倍弱えけど、いやこれね、弱えんだけどさ、一応近いぞ。だからさ、フォートレスが入ってんのが一番強いんだよね。弱えけどこのデッキ、弱えけどフォートレスはもう最悪出せるっていう、これが安定感。一応ギリギリセーフみたいな。機械族デッキはどんなに弱くてもマシンナーズフォートレスっていう救済があるんで。取引なんだこのデッキ。あ、なんかやべえの落ちたな。坂巻く炎の精霊とかいうやべえの落ちたぞ。ドリルバーニガルだぞ。ドリルバーニガルだぞ。だれだれだれこのデッキ。だれだれだれ。どうすればいいんだろうな。これ上から投げるしかないのか。エレファン、エレファンか。結集発動マシンナーズフレームからの墓地のロボモンキーを特殊召喚する。あ、じゃあこっち特殊召喚するしかない。こっち特殊召喚するしかない。こうしてで結集して4000パンチ与えるしかないか。めんどいな。ガーディアンの力が無限に突破できないぞこのデッキ。大丈夫か。やべえ、これちょっと積んでる感あるな。これレベル8のモンスターが2体でオーバーレイ、ネットワークを構築、エクシーズ召喚。これ出しても意味ないしな。
ガーディアンの力で耐えられるかな。ガーディアンの力で耐えられるからこれ ガラクターアイズファットドラゴン出すしかないですよね。このギャラクターアイズの4000パンチを無限にかましていくしか勝ち筋がない気がするんだけど、いくぜ。ギャラクターアイズファットドラゴンの効果発動、オーバーリミットを1つ使い攻撃力を4000ポイントにアップ。いけ4000パンチだ。ふん、うざい。うざい。ガーディアンの力はボットマジうざいんだけど、まあ、これボットじゃない気がするけどね。これうざうざ、このデッキ。まあ、一応マシンナースフォートレスぶん殴ってくれればね、まだガーディアンの力殴れるんですけど、ガーディアンの力じゃない、ガーディアンの力は破壊できるんですけど、ゲロメンないんだけど、クリティウスの牙やばい。いくぜ、終わったお、終わったくせ。ちょっと待って、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 落ち着こう、落ち着こうよ、落ち着いてよ。納得がいかない、これは。なんだよ、このデッキ。